久保さんヤ、ヤクルトレディですか。まあ、ヤクルトレディ以外にも、保険営業とか、いろんな営業でもあるでしょうね、そういうのはね <laughs>。うん。でも、まあ、物の見方を変えると、物の見方を変えるとですよ。まあ、一つの武器なんじゃないかなっていう物の見方もありますけどね。うん。だって男はそれができないじゃないですか、なかなか。うん。まあ、一部の層はそれができるかわかんないですけど、なかなか難しいですよね。 なんですかね、イメージで言うならば、男がそれをやると、あの、なんか犯罪になって、女性がそれをやると、犯罪にはなりづらいっていうね、なんかこの、逆転現象があったりとかすると思うんですよ。で、まあ、まあ、それはあるでしょうけれども、そう、変えられるものと変えられないものっていうのがあって、まあ、うちの母ちゃんもね、実はヤクルトレディーやってた時があるんですよ。でね、これね、親は選べないんですよね。そう。<laughs> 親は選べないですよ。 だって生まれてくる、お母さん選べます家選べます選べないですよ。でも人生は選べるんですよね。うーん。だから僕はね、あの、なんだろうな、その後人生をいろいろと選んできて選択して今に至る、今みたいなこう人生を送ってるんですけど、当時はやっぱね、すごく皮肉というか、まあよく話すんですけど、うちは貧乏だったんで、あの、 なんか欲しいものももも買っってもらえなかったんですよね欲しいものがあって言うとうちはうち人は人っていう母ちゃんにねもう何千回言われたかわかんないですけどあのうちはうち人は人っていうことをねずっと言われ続けましてでまあまあそういうのがあって、まあ、いつかお金持ちになりたいなみたいなことを非常に強く思っていて、まあ、逆に選べなかったからこそ選べるようになったっていうのもありますね。 うん、もし僕が裕福な家に生まれていたら、まあそれはそれでまたその状況じゃないと分かんないんであれですけど、少なくてもクソみたいなね。買ってもらえない。お金持ちになりたいっていうその感情っていうのは多分生まれないですよね。だって買ってもらえるわけですから。うん。あと惨めな思いもしないし。やっぱね、まあ貧乏だとね、惨めな思いもするわけですよ。 うん、今は大人になってからそこまで比較はしないですけど、子供の時ってそんな勉強もしてないし、あれなんで、特に僕がね、すごく惨めだったのが、やっぱ弁当っすね。弁当がもうなんか戦,あの戦後の弁当みたいな感じだったんですよ、うちは。だから、その学校給食が出なくて弁当の時は、他の友達とかはすげえ色とりどりのね、おかずめっちゃ入っててね、で、多分おかず交換しようよみたいなやってるんですよ。 で、うちの弁当、おかずもクソもないあんまないし、まあそ、もちろん、そのね、貧乏、プラスアルファ、うちの母ちゃんがそんなにちょっと料理が得意ではなかったっていう部分、要素も入ってるんですけども、まあ、恥ずかしくて開けられないわけですよ。で、一回、本当にその、開けられなくて、嘘言って、お前、弁当どうしたのつって、いや、忘れたって。弁当あるんですよ。弁当あるけど、恥ずかしくて。こう、一回、こう、無理だと思って <laughs>、これは開けられないと思って、もう忘れたことにして、 で、そう。で、家に帰ってね、弁当食ってないで、こう持って帰ってね。で、母ちゃんにどうしたのっていう。いや、ちょっと恥ずかしくて開けられないみたいな。で、そ母ちゃんすげえショックだったっぽいですけどね。後々聞くと。それはショックだ,だろうけどもね。でも、子供の方もショックですよ。開けた瞬間、あ、これはちょっと開けられんな、みたいな。うん。でも、そういう、そのな、なんすかね、そういう状態だったからそこそ、なんか積もってったんですよね。その感情の貯金ですよね。 いつかなんか金持ちになりたいみたいなその感情のストックがこう貯金されていったっていう。そうでそのベースがなかったら多分おそらく今の人生は送ってないような気がします。うん。根本的にあったんで。う,ん、そうだから僕がまあ大学卒業する時に就職活動してまあ散々で就職できなくて。で1社だけまあギリギリ。 あの、2月か1月。う、まあ、卒業式3月とか4月なんですけど、3月か。で、1月2月にギリギリで訪問販売の、あの、リフォーム会社の、訪問、訪販の会社に受かってですね。で、ま、あ入社式4月ですよね。あの、まあ、180人か200人ぐらいいた入社式で、社長超えるんで、みたいな。僕だけ言ってね。勢いようよ、生よというかね、絶対その成功してやるみたいな気持ちがやっぱあったんで。 そう、なんかあの、入社式の時にこの、なんか、社長からこういう、なんか、症状みたいななんかもらうんですけど、社長超えますんで、みたいな <laughs> お。いまだに覚えてますけど。で、さっきな、なんか、社長のスピーチがあってね。さっき、なんか、威勢のいいやついたけど、みたいな。<laughs> なんかね <laughs>、俺のことだみたいなくてね。だからそういう、その、なんか、アグレッシブな気持ちっすよね。それな、なんか、なんか、成し遂げてやろう、みたいな。そういう気持ちは、まあ、貧乏だったから、 かなっていうのはすすごくありますねうんだから今由を手に入れられたのは後付けですけど過去,あの過去の意味はいくらでも変えられるとは思いますけど今こういう人生を送ってるのは逆に言うと選択できなかったからかなって思いますよねうんだから松下幸之助さんもね僕ここ好きなんですけどなん,でなんで成功したんですかみたいなあの家が貧乏だったと。 家が貧乏だったから中学校からデッチ奉公を出されて、まあ、働いて商いを学んだからっていうところだったりとかあと、うん、体が弱かったと体が弱い病気持ちだったから、まあ、その会社組織を作る上でその自分が社長室にいてもその組織が回るように考えたとでその考えた理由は体が弱かったからみたいなねうんとかまあなんか 普通に考えたら、それが成功の要因ですかって思うんだけども、まあ松下さんはそういうふうに言うわけですよね。うん。だからまあ変えられるものと変えられないものがあるんだけど、変えられないものに対してどういう,う意味付けを変えるのかっていうのは結構大事ですね。うん。で、そこからどうアクションしていくのかっていう。変えられないけども、 変えられないんだけどその変えられない現象に対してどう捉えてどう考えてどうアクションするのかっていうでこっちは別に変えられるわけですよこっちの物事は変えられませんだけどこっちは変えられるんですよだからこの変えられないことに対してどう考えてどう捉えてどういう意味付けをしてどうアクションするのか結局それをすると未来は変わるってことですねこっちは変えられなくてもで未来を変えてしまうともう圧倒的に未来が変わった理由はこれが変えられなかったからって言えるんですよ でも逆を言うと、変えられないものに対して、う、え、ん、ー、なんだ。もう皮肉ですよね。皮肉しか言わない。変えられないものに対して変えないみたいな。なんでうちはこうなんだなんで世の中はこんな不景気なんだなんで俺だけみたいな。ずっと言ってたら何も変わらないですよね。<laughs> <laughs> まあまあ、よく俗に言う人のせい、世の中のせいにするって話なんだけど。まあ変わらんですね。そうしたら。いってらっしゃい。